今日も晴れ。今回台風19号で被災された方、本当大変でしょうが、気持ちを強く持って生活に絶望的な状況の中で希望を持つことはなか難しいことです。ですが、少しでも、一歩ずつでも前へ進んでください。自衛隊も予備自衛官の1000人の募集が開始されました。海上自衛隊の観艦式も中止となり、やはり日本最大級の台風が襲ったと考えられます。こんなことは今までなかったですよね。本当にすごい台風でした。自衛隊、消防など救助活動が今でも行われています。自衛隊の災害派遣などやはり大事な任務となってきます。この台風19号、3連休日本を襲った最大規模の台風でした。今までこんな台風があったとは。アメリカのハリケーンなどはよくニュースで聞きますが、台風でこんな大きな災害になるとは考えてもいませんでした。台風が発生した太平洋なんかはやはりこの広範囲の影響があると考えました。船で漁をされるやはり漁師の方などこの影響を考えるといつも命の危険など感じるんだろうなと思いました。日本全国をすっぽりと覆うほどの強風域、この強風域の大きさ、あと雨、風、どちらも最強クラス。それに
上陸するまでにものすごく遅い。雨も500ミリや600ミリといったすごく降水量も多くなっていました。なんといっても上陸してからのスピードは凄まじく速かったようです。それにやはり夜に上陸したことで不安が広がる、堤防の決壊へつながる、日本全国どこにいても安全はありません。こういう時は絶対に自分の身を守ることが大事になります。やはり夜になると救助活動などわからない部分が多くあります。私も日曜日は早く起き、テレビをつけてみましたが、やはり NHK だけが放送していました。他は通常通りの放送ではありました。あ、こんな時は NHK はいいのかなと。しかし停電などで大変多くの方が情報を得られない状況、やはり現代はスマホ、インターネットを活用し SNS などフル活用で災害対策行われていました。本当時代は変わってきています。それに自分の安全も発信することもできます。助けを呼ぶこともできます。そうしたツールをいざという時やはり持っておくべきでしょう。災害対策本部やいろいろな今後まだ大変なことが多いですが、復興へまた一歩一歩進みましょう。やはりこういう時に予備自衛官が存在するだけで、また日本の防衛体制も変わってくると感じました。河野防衛大臣も これからが本当の手腕が問われることになるでしょう。本当にこの台風19号、最大かつ最強クラスの台風でした。
まだまだ不安が続きますが、今から復興へ一歩一歩歩いていきましょう。